室井ゆずき、米山雄一氏と結婚。昨年末から交際、2月にプロポーズ。作家でタレント、室井ゆずき、50、と、前新潟県知事の米山雄一氏、52、が、近日中に結婚することが、9日、わかった。米山氏が自身のツイッターで、室井ゆずきさんと近日中に入籍の予定です。と発表し、新型コロナのことがありますので、あまり大事にしないようにと思い、ご報告を控えておりました。と説明。関係者によると、昨年末から交際しており、婚姻届の提出日は、決まっていないという。本市の電話取材に応じた米山氏は、室井について、素敵な方です。2月にプロポーズして OK をもらいました。と、声を弾ませた。挙式、披露宴に関しては、こういう時期なので、コロナ禍が収束してからにしたいと思います。と、気遣った。室井は、1999年に、作家、高橋源一郎氏、69、と、結婚して長男、19、を設けたが、2001年に離婚。昨年、8月にステージ1の乳がんのため手術を受け、現在は月に、1回の定期検診を続けているが、米山氏の支えもあり、元気に仕事をこなしている。米山氏は初婚で、2018年、4月に出会い系サイトで知り合った女子大生と、援助交際をしたとして県知事を辞任。この日のツイッターでは、大変ご迷惑をおかけしたにもかかわらず、ここまで様々に支えてくださった皆様に心からお礼申し上げます。と綴った。室井は TBS 系情報番組、昼帯の木曜コメンテーターなど、レギュラー番組を多数抱えており、どんな幸せ報告となるか注目される。